ナリーグ地区シリーズ第2戦、ドジャースパドレス、6日、ロサンゼルス、ドジャースのデイブ・ロバーツ監督が試合前の会見で、前日の第1戦に先発し、3回5失点で降板した山本義信投手の球種バレについて調査中と明かした。山本は当初、第2戦に登板することになっていたが、中井かの調整が可能な第5戦の先発を見据え、 ポストシーズン開幕2日前に急遽予定が変更され第一戦のマウンドに立ったしかし初回に3失点するなど本来の力を出し切れず3回5安打5失点60球で KO された前日の試合後の会見で山本の球種バレについて言及した指揮官は一夜明けたこの日の会見でも問題解決への自信を問われ大丈夫だと思うそのことについて話し合っている まだ時間はある。調査中だと話した。山本の第5戦起用について、おそらく投げるだろうと明言しなかったロバーツ監督。2勝2敗で迎える最終決戦の登板は、中4日で第5戦に登板が可能なフラーティのこの日の投球内容が大きな鍵握ることになりそうだ。この日の山本は試合前のフィールドでキャッチボールと円筒などを行った。入念にフォームを確認しながら次回登板に向けて調整した。